滝口になっていますけど、あそこからずっと滝が登っていっております。向こうにはあの石橋がありますけれど、まあ遠い山の石、円山石とか蓬莱石とか言いますけれど、向こうから滝がずっと流れてきて、そこの滝を落ちております。この仕組みをあの庭の仕組みで龍門場、龍の門の場、中国の黄河の、あの中流に龍門瀑という滝があるそうですけど、それになぞらえての、まあ、庭造り、石組み造りで、京都の天龍寺なんか、有名な天龍寺なんかにもこの龍門瀑は作られている。その龍門瀑を普通、まあ、庭だったら石組みをして石を持ってきて作るんだけれど、これは自然のものをそのまま利用しているということが、まあ、値打ちがある。あの松の下のいわゆる滝口のところへ、滝に向かって石がありますけれど、これを鯉魚石、鯉の魚の石、鯉魚石、いわゆる鯉が滝を登っていって龍になる、龍門瀑という、まあ、古事になぞらえてのものです。これが自然の岩を利用しているというところが、まあ、非常に値打ちがあるというような話を聞いております。私がもちろんそれは知っていたわけではありませんけれど、それはあの去年岡山県は国民文化祭といって、いろいろといろんなところで催し物がありましたし、笠岡でもいろんなイベントがありましたけど、その際に吉備中央町へ京都の庭園家の斎藤忠勝という人が庭のことで、講演に来られました。ちょうど70歳なんです。もう雑誌とか絵も出ておられるし、庭に関係する本も追加に出されているんです。その方がたびたび来て、まあ、鑑定員ですかね、見てくださった中で、これが値打ちがあるという話を聞いております。まあ、自然の龍門美容室。それから2つ目は、まあ、山の斜面を利用して、取り入れて庭作りをしている。だから、まあ、平面ではなくて、こう立体的に見える。そして、まあ、借景というか景色を借りているという借景という方法も取り入れています。右側の方の山肌の自然の岩をもう一つの大滝ですね、滝に見立てて、滝の水がこう流れ落ちてきて、右側の池の右奥にあります滝へ流れ落ちてきているというような、あの自然の岩も大きな滝に、滝がこう流れ落ちている様を表しているんだというようなことを聞いております。だから大きな、まあ、2つの滝、そして、まあ、心の2つという心事、池を中心とした、まあ、池作り、庭作りをしている。それからそういった中で、その周辺にはいろんな石をこう配置ですかね、例えば三尊石、そこのカシの木の下にはこう3つあります。三尊石、真ん中が阿弥陀様と言われております三尊石、それから座禅のする石、座禅石、礼拝拝む石、礼拝、それからこれなんか加護石、昔は、まあ、お殿様とかお姫様がすごい来て加護をつけて、ここと後ろ側へこう担ぐ人のこう棒が来るんですかね、加護石。それから庭には時々ありますけれど、男性のシンボルと女性のシンボルを感じ取った陰陽石、陰陽石というようなものをこういろんなところへ配置している、まあ、石組みもいろいろあるのではないかなというふうに思われます。それからもう一つの、まあ、特色というのは、これがいつ頃できて作ったのか、いつ頃できているのかというのが、まあ、300年ぐらい前にはできていた、作っていたのではないかなと考えられます。というのも、1770年ぐらいに京都のお坊さんで、浄土宗のお坊、うちも私のところの宗派も浄土宗です。浄土宗のお坊さんの長武という、松尾芭蕉の俳句の弟子にも当たる長武という坊さんが笠岡へ、まあ、俳句の指導、今だったら指導ですね、公民館、今だったら公民館講座の指導でしょうかね、そういうものに来られる。
その頃笠岡にはあの俳句をたしなむ文人が大勢何人もおられて、風流を楽しんでいた人たちが寄られたらしいですけど、そういうところへ来られた際にここへも立ち寄って、お茶を飲んだり、俳句談義を交わしていた、その記録が紀行文、長武の紀行文の浜千鳥という紀行文の中にこの庭の佇まいの様子が記されて、詳しく記されてあります。それが1770ということですから、まあそれ以前から1700年代の初めぐらいにあった。その時には私、清水の私の、祖先の第8代目になります清水博夫、俳句の画号を露風と名乗っております。その露風がおった時代にここへ長武というお坊さんが立ち寄って、お茶を飲んだりしていた。その長武から